どうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、内巻きと外巻きの違いをやってみました。例えばボリュームが欲しい時はこれとか、ボリュームを減らしたい時はこっちとか、なんかそういう方法をちょっと簡単に今日は解説していきたいと思いますので、内巻きと外巻きの違いを知ってる上で巻くと、また髪型のレパートリーというか幅が広がるかなと思いますので、よかったら参考にしてみてください。それでは動画をどうぞ。ホリスティックキュアの 26mm を使います。まずは内巻きを巻いていきます。サイドの部分で半分に大体でいいので分けておきます。で、取って、ここは内巻きに巻いていきます。で、大体皆さん巻かれるときに縦に入れる方が多いかなと思うので、縦に中間から1回転だけさせて内巻きに巻いていきます。上の毛束も同様に。今こちら側の内巻きを巻き終わりました。で、印象的にはこうボリュームが欲しい方が内巻きで巻いた方がいいかなと思います。まあ髪質的には猫毛だったりとか難毛の方で、ボリュームが欲しい方でやってあげると、内巻きの特徴的にはこうふんわりとボリュームが出るイメージになってます。で、上の部分に関してはやっぱり、まあ、重力の関係もあるので、そんなにボリュームは正直出ないので、やっぱトップのこの辺のボリューム、この辺のボリューム感を出すようにスタイリングしてあげると、全体的にふんわりとしてくれるかなと思いますので、ボリュームが欲しい方は内巻きでやることをお勧めします。反対にこちら側は外巻きで巻いていきます。また半分にサイドを分けて毛束を取って、次は外巻きです。このプッシュレバーが前に来るような感じで、外に毛先を逃がすような感じで中間から巻きます。で、そのままスーッと滑らすと外巻きに流れてくれます。上の部分も同様にやっていきます。で、外巻きをやるときに一番やりやすいのが、前に引っ張りながら巻いてあげると綺麗に外巻きになりやすいですね。こちら側を外巻きで巻いてみました。で、内巻きとの違いを見ると、やっぱりボリュームダウンしてるのが分かりますかね。だいぶこの辺が収まってるように見えるかなと思うんですけど、使い方によっては、まず髪の毛の量が多い方、広がりやすい方は結構外巻きをおすすめします。かなりこの辺のボリュームが収まるので。で、あとやっぱりその色気だったりとかが欲しい方は外巻きの方が色っぽく見えるのでおすすめですかね。ベイビーオイルを使います。3滴出します。で、オイルをなるべく毛先の方から最初は中心につけて、中間の部分に伸ばしていくっていうイメージでつけてあげると、バランスよく綺麗についてくれます。で、あとはつけたらちょっと毛束をこう散らすような感じでやってあげると、かなりおしゃれ感も増していい感じに見えます。内巻きの方も同様に毛先の方からつけて、ある程度ついたら中間の方に伸ばしていく。で、伸ばしたら毛束を広げるような感じで束感を作っていく。そうするとこっちもおしゃれ感がかなり増します。
こんな感じでやってみました。覚えておいてほしいのが、内巻きはボリュームが出ます。で、外巻きは、ボリュームがダウンします。なので、その髪質だったりとかで巻き方を変えてもいいかなと。あとは、まあ個人的には、顔周り強く巻きすぎると、一昔前のヘアスタイルに結構なってしまうかなと思うので、顔周りは内巻きでも外巻きでもあんまり強く巻きすぎないことをお勧めします。今日は簡単に、内巻きと外巻きの違いを、お送りさせてもらいました。またこの動画良かったら、高評価ボタンと、あとチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた。さよなら。